礼拝堂風の教会は、兵庫県神戸市名田区の六甲山城にある、教会堂。所在地から六甲の教会とも呼ばれる。春工は1986年、設計は、後年国際教会建築賞を受賞する安藤忠夫が手がけた。当初は、六甲山中腹の六甲オリエンタルホテルの庭園内に位置していた。 素材を生かした簡素な建物で、礼拝堂へ続くコロネードにはガラスが、道内の十字架は RC フレームが用いられている。礼拝堂内の一番後ろには小さなオルガンがある。コンクリート打ちっぱなしの小さな礼拝堂内であることもあり、非常に強い音の反響がある。以前は自由に見学できたが、六甲オリエンタルホテルが2007年6月15日、 限りで営業を終了したため、当分見学はできなくなった。2015年秋に、六甲山城の観光施設を会場として、開催された現代アートの祭典、六甲ミーツアート芸術散歩2015では、風の教会内に作品が展示され、内部を見学できた。この催しはその後も定期的に行われているので、この催しが一般人が風の教会を見学できる。 最も手軽な方法である。その他の時期の建築作品としての見学については、要問い合わせとなっている。六甲オリエンタルホテルの本館をはじめとする施設は2017年夏に解体が始まり、2017年11月現在は、ほぼさらちになっているが、風の境界は解体対象から外されそのまま姿をとどめている。その後2018年に改修工事が行われ、 現在は単独の菓子ホールとなっており、結婚式のほか、パーティーや会議、展示会などの用途に使われている。かつてはホテル側から出入りしたが、現在の出入り口は、旧バス道から天狗岩駅跡に少し入ったところに、ある。風の境界公式ホームページ。ありがとうございます。